なんかこの構図なんかあの7月にこれなんか野々村チェアマンとこんなことやったような。まずは永井さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。拍手していいんですか、ね、そういやまあクラブとチームとしてはやっぱりタイトルを目指してというところがあったので、まあ我々選手スタッフ含めて、まあ、誰一人この結果に満足はしていないので、まあとはいえまず、来年も J1 でできるというところはもうすごくありがたいところですね。ですね。知事は今年のサガン鳥栖の戦いぶりどうでしたか。今年はですね、まあ、まずサガン鳥栖ですが、はい、まずは来年も J1 ということでこれで12年連続 J1 が確定しました、はい、私の誇りはいわゆる J2 降格ということを味わったことがないクラブが3つだけありまして、もともとのオリジナル10の中で鹿島アントラーズさんと横浜 F ・マリノスさん、そして後から上がってきたチームの中では我々サガン鳥栖だけという、はいはい、この3チームはずっと J1 にいるということで、まずはこれは胸をなで下ろしたいと思いますが、まあもうね、僕は知事をもう8年ぐらいやってますけど、シーズン始まると必ず降格候補に我らがチームをね、そうですね、もう腹立ってる。そうですね、まあやはり年末年始にかけてやっぱり選手がだいぶというかそう僕らも大変なんですけど、選手が本当に大きく変わってっていうところでは、まあシーズン前はだいぶご心配とかかけたかもしれないんですけど、我々的にはもう本当キャンプからしっかりとこう積み上げているものができたんで、必ず何とかしますよね。何とかもう本当に選手とスタッフの頑張りが一番だと思います。知事そのチェアマンとの話の時に発表された JTR ランキングですね、はいはい、J リーグトラディショナルランキングですね、はい、でこれちょっと知事の方から説明を、はい、どういうランキングか。これね、基本的に各チームとももちろん蓄積、伝統の蓄積っていうのはあるわけです、はい、でそれは本当にいろんな人たちが、いろんなチームがかけがえのないものであるんだけれども、やはりそれをこう累積してみたいなと思ったんですね。トータルで、トータルで、はい、でもちろんその結果順位が全てではないんだけれども、それでも僕らが一生懸命応援した、そしてみんなが頑張ったその成果が順位でもあるので、うん、それをこう累積してカテゴリー別にですね点数を変えてみました。知事の定例記者会見でも発表されたんですよね。これどうでした評判。その時にですね、ちょっとツイッターがいろいろ反応してますので、ちょっとそれ集めてみました。あら、旧 JFL まで含めるとジェフが1位になるんかな。なるほど、 JFL があるわけね、はい、まあ、計算してみっかって、まあ、自分なりに計算してみようかっていう声があったりとかですね、独自の見解で誹謗とかなく J リーグの魅力を伝える新しい形だ、まあ、新しい楽しみ方だっていう話だったりとか、なんか知らんけど1位だ、やった、これ多分アントラーズのファンの方のですね、さすがですね、だと思います。まあ、だからサガン鳥栖サポーターだけじゃなくて、まあいろんなサポーターがこれを楽しんでいただけるという、そう、これだからすごいシンプルなものなので、はい、まあ、もちろんここにあるように ACL だったり、まあ、いろいろ他のカップ戦とかね、はい、そこを加味して楽しむというやり方もあるかもしれません、うん、まあ、いろんな楽しみ方があっていいですよね、うん、ですね。でこの JTR、まあ、今シーズン終わったのでこれ更新するということで、まあ、今日の時点ではまだ J3 終わってないので、うん、J1、J2 のランキング今年の最終順位がこちらですね、うん、横浜マリノスがもちろん1位1800ポイントこれで確定ということですね、うんうん、J2 アルビレックス新潟が優勝したので220ポイント入るということですね、うんうん、これを反映させた JTR 新しいランキングがこちらになります、はい、お、ちょっと大幅な入れ替えはないんですけど、やっぱり上から見るとガンバと浦和レッズさんがひっくり返って、あ、結構だから3位と4位が入れ替わるというのは大きな大きな、はい、でもこれからあれですね、この3位と4位と5位、レッズとガンバとグランパスはかなり競ったところにいるわけですな。非常にこう近接してますね、ポイント争いが。そうですね、はい、これ一番下に25位に横浜フリューゲルスがあるっていうのが面白いですね。この5200点っていうのが一つのみんなの、なんていうの、基準点になるわけですね。そうですね、この25位ぐらいの入るかどうかのですね。で、我がサガン鳥栖ですけども、18位から2ポイントアップで16位、順位上がりました。こうやって見ると、
うちと湘南ベルマーレさんとコンサドーレ札幌さんは割とこう切磋琢磨してなんかやってきたっていう、ね、そんな時間ありますか、はい、どうですかね。そうですね、まあ札幌、まあ、湘南さんとは、まあ、あの J2 時代も長かったですし、まあ、そういう感じはありますね。札幌はまあ J1 に行ったりとかっていうのはあったんですけどね、うん、やはりこのうちが今回追いついたアルビレックス新潟は今度 J1 に上がってくるわけですから、はいはい、うち同点16位なんですよ ね、 そうですね、新潟さんと1840点、こう いよいよこと来季は同じ J1 で雌雄を決して どっちが上に上がっていくのかということと、その上位にジェフユナイテッドさんと東京ヴェルディさんがいるので、ここをいつ抜いていくのかということも関心です ね、うん、ですね。ジェフとは4000点ぐらい差があるので、なかなかこれをひっくり返すには J1 をあと2回ぐらい優勝しないと。そうですね、あとはこれ見るとあれですね、あの8位と9位の清水エスパルスとジュビロ磐田が横に並んで同じ静岡県チーム同士、まあ、ここもだからまあ本当来季は切磋琢磨してまた戻ってきてもらいたいなと思いますね。そうですね、そうですね、うん、サガン鳥栖の場合は25周年今年迎えたということで、はい、まあ、この25周年の歴史がまあ今の点数になっていると思うんですけど、ちなみにあのこちら後ろにあるユニフォーム、はあ、うん、レジェンドマッチというのを佐賀県がスポンサー、うん、マッチスポンサーに やっていただきまして、あの選手のサインが入ってますけど、25年のレジェンドたちがあの集まって試合をした、すごい嬉しいことですよね。この人たちがこのポイントを稼いでくれたっていうみんなでね、はい、あとユン・ジオファーも来たんでしょ。いや、まあ、そうですね、ね、トヨタ選手がレフリーやって、ね、まだ現役なのにはいはい、はい、ありがたいですよね。ちゃんと出場してて、え、点も決めました。中井さんも、はい、本当一応あの登録はあのサガン鳥栖初年度なんですけど、うん、まあ、登録、まあ、最後天皇杯と部分は登録して、あの試合にも出たんですよね。そうですね、まあ、プレシーズンマッチでやったりとか、まあ、あのカップ戦みたいなんですね、はい、天皇杯はエントリーだけだったんですけど、その時は選手ではなくフロントに、あ、強化にいながら、いや、その時はまだマネージャーだったんですね。マネージャーで、人がいない、でもまあ人がいなかったので 毎日というかトレーニングは毎日やってたので、一緒に選手と一緒に、いつか自分もと、いや、そういうあれはね、もうあの当時の監督の総和監督から、はい、あの人足りないからお前出ろっていう感じで言われて、こうやってあの元選手がしっかりスタッフとして残って支えてるって、もう本当にあのサガン鳥栖素晴らしいな。もちろんサポーターも日本一のサポーターなんだけれども、まあ、それだけではなくてこうスタッフだったり、そうですね、あのユースチーム、はい、で育成も佐賀県も一生懸命今手こ入れしてね、うん、さらに盛り上げようとしてますけど、やっぱり生きのいい若者が我々上がってくるとやっぱりいいですよね。そうですね、はい、しかも、まあ、あのここ数年は佐賀県出身 あの選手たちがあのトップ昇格してくれてますし、うん、本当にあの地域に密着してきたなというのをすごく実感できるような、まあ、もっともっと今下からも上がってくる選手たちがいっぱいいい選手いるんで、うん、非常に未来が明るいクラブじゃないですかね。そうですね、まあ、もっともっと頑張らなくちゃいけないですか。じゃあ、あの永井さん、いよいよあの来シーズンに向けて、はい、まあ、これから、ね、強化部はお忙しくなると思いますが、そうですね、はいはい、あの来季のこうチーム作りとかそういったもの、なんか強化部でどういう話されてるか、うん、なんか、まあ、基本的には今年深井監督があのやってきたサッカーというのをベースに考えて、うん、もちろん言いますし、それをいかにこう積み上げれるかというところでは、あ、やはり、まあ、既存の選手たちが、まあ、どれだけあの残ってもらって、それにプラスアルファできるかというところを強化部として、知事、これ試合、来シーズン前とかに、まあ、そのどういうチーム編成になったかとか、またこう永井さん呼んで突然またこれやりますか、やるとか。そうですね、はい、まあ、あの今、選手の強化も僕と、小林、池田いるので、まあ、そういうと特にあのトップチームのところはもう小林くんがしっかりとこうやってくれてるので、うん、まあ、小林くんを入れたりとかっていうところでこうもっとこう掘り下げたいろんな話もできるかなと。スポーツダイレクターに。そうですね、スポーツダイレクターとして、はい、心強いですね、はいはい、いずれはやっぱ河合監督に出てもらいましょう、ね。あ、そうですね、いや、僕はね、あの河合監督でとはもう差しでいろいろ話をすることもあるんだけれども、やっぱりこうリーダーとして思うところって結構
似てるところがあって、うんうん、我慢しなければいけない時とか、なるほどなるほど自主性に任せたい時とか、なるほど、うん、だからなんかとってもあのリーダー論っていうのを戦わせて、でもなんかとてもあの来期に向けて自信あるっていう話だったので、うん、非常に心強く思って、いや楽しみですね、うん、来年に向けて。じゃ あ, あの最後いつものやつで締めましょうか。締めてもいいですか。はい、はい、じゃあ知事掛け声を。はい、ではあの本当に J リーグファンの皆さん方お聞きいただきましてありがとうございました。これからもみんなで J リーグ盛り上げていきたいと思います。手前味噌になりますけれども、我々佐賀県でございますので佐賀最高で締めさせていただきたいと思います。ではご唱和いただきたいと思います、はい、佐賀最高 J リーグ最高。